さあ今回もセフェイスプロトコルをやっていこうと思います。さあ前回ね、こことか、まあ、整備していて、で、その後ちょっとね、作ったんですよ。こんな感じで、ちょっとね、クオリティ落としたんですが、こう壁を作って、ここね、こうクロスして打って、ここだけだとちょっとね、強化したんですけど、脆すぎたんで、ちょっと作り替えて、で、今ちょっと舞台再編をしてね、グループ2に組み込んで、ちょっと送っている状態ですね。ここを今、メインにしていて、で、一応再編して、ここにいるのがグループ3、ここにいるのがグループ1と作り替えたんで、こうナンバーごとに命令ができると。で、ちょっとね、ここにめっちゃいるんで、これをね、まあ、引きつけるか何かしらで、倒したいなと。で結構まだね攻撃してくるんで、でも耐えながら、まあ、これは大丈夫なんですよね。まあ、今このねナンバーごとに大工補充できるんで安心かなと。エンジニアがちょっと死んでしまいまして、2人ほどかな。ここに1回行ったんですよ。それ失敗して、ちょっと他の関係でそれ消えちゃったんですが、こうなったと。攻撃するかこいつら。よし、目に物見せてあげよう。ここだね。あれないね。あ、いいね、ナイスナイスナイス。この C の特殊打ちだけでいいかな。これこの辺ちょっと消しちゃおう。まあ、一応ここでちょっと合流するまではと。今ね、腐っても4000体いるもんね。押し込んではいるんだけど、こっからの反撃がすごいのかなと。これが終わったらいけるかな。左はね、いい感じにちょっと拠点構築したんで大丈夫と思いますが、あ、ちょっと拾うか。よし、あ、そんなにいないですね。ちょっと待って、結構来てる結構来てる。ここ今結構見えてますね。ちらほら突破されてるね。あ、ここあるおかげでね、この左側の圧迫は少ないかなと。一応やんだみたいですが、チェック。あー、まあ減った減ったけど、ここがね攻略対象なんで、ちょっと今回なんとかここを取りたいね。結構ね、関門だね、ここは。まあ、真ん中だけ突出するんで、取るのも大変だし、維持も大変かなと。まあ、これが黄色になったらね、巣が壊れてると思うんで、まあ、それまでは進んでもしょうがないのかなと。3番対2番対弾薬補充。やばっ、めちゃくちゃまだ来てる。
逆にこれ左のこれ真正面から行ったらさ、こっちこっちから行ったらいいんじゃないねえでしょ。まあ、ここを多分十分守れますからね、いなくても。開いてないの。開けよ開けよ、開ければいいんでしょ別に。でもまあ多分来ないでしょ開けときますね。さあ今中立化されてるんで、邪魔なのはね、我々を攻撃してくるあの巣の残りのようなものだけで、まあこの中心にしかないから、ちょっとゾンビはいますが、こっちから入っていけばいいかなと。一番隊弾切れそうだね。みんなもレベル5だもんね。二人くらい違うけど、大ベテランよ。なんかついてる？消えたのかな？あ、変わったな。あ、ここあるね。山盛りあります、山盛り。あ、てか、できてんじゃん。怒涛の攻撃で終わんないかなこれ。この辺にいてもらってあんまり引きつけずに。消えた？あ、消えたね。よし、連続 C 攻撃で終わったね。壊したいな。できたら一個ずつ壊していきたいなと。あ、ゾンビ来た。割といるな。空爆しよう。で、まあ、スタンかな。ここ上がれるかな。結構来ちゃいますね。もう4000切りますけど。攻撃は完璧だね。よし。で、ここは戦ってるか分かんないですけど、一回見ましょうか。あー、またできたね。一斉攻撃して。次こそ進行したいな。よし。今ならいけるでしょ。一応攻撃で。いや、一斉攻撃受けてますね。あ、どこも崩れてないと思うんで大丈夫と思いますが、一番目はこれグループ1のところが結構壁がやられそうかな。壁だけではねまだ大丈夫だと思いますが。よし、いいよ。逆にこれ右に流れてるよ。あー、ちょっとサプレッサーつけよう。ちょっと隠密気味に行こうか。
一応建物がダメージを受けていると、そういう方向から聞きますね、何度もね。両サイドからこっち行こう。ない程度に角度がえぐいな。これが多分理想だよね。オッケーオッケーオッケー、多分大丈夫だろう。こっちまだまだありますから。あーいるね、なんかね。あ、これあれか、破壊対象か。ここまで進んじゃって、爆弾投げよう。よし、吹き飛んだ。お、なんか進んでますね。こいつ倒せば最初済むんでしょ。終わるのかな。個人的にボス的な扱いだと思うんですけど、回復できてるね。よし、進もう。あ、結構あるな。こっちから潰したいね。結構食らうな。爆弾投げれない、あそこに。感染したかな。一旦ここで安全に過ごそう。爆弾を投げればあいつだけ残るんじゃないかなと。よし、ではちょっと拠点化しちゃいましょう。来た来た来た。どう？うわ。あ、さあこいつ確か復活が早いんだもんね。逆にここ無理か。こいつがいちゃうんだもんね。待てよ。行こう行こう行こう。撤退の一文字です、これは。あいつを殺すかでしょ、だって。ここで。取る前に復活されたら意味ないですもんね。引きつけない程度にちょっと戦いながら。これか。ちょっとまあ攻撃、一斉攻撃しましょう、じゃあ。さっきエリア入ってたと思うんですが、取れてなかったよね。よし、まあ、消えて中立化したね。周辺には少ししかいなくて、入りたいが、行ってみてみよう。あ、そうか。攻撃移動でいいかな、じゃあ。
いなければ向かって入ろ入ろ入ろ。あ、取れた取れた。これでよし、ちょっと再建できましたね。これでちょっと作ろう作ろう。一応ね、設計図あるんですよ。あ、発電機から行く？いよいよなら、ちょっとこれはね、ボスの香りもしますから、過剰気味ね、下ないかな、これだと。まあ、タレットあったらもうあれか意味ないか。撃っていいよ。発電機邪魔そうだね。これはね、ちょっと何重か防御がいるかなと。めちゃくちゃここ狙えそうなんで、展開して守る形かな、それが必要なんじゃないかなと。簡単に動けなさそうだね。やってるやってるね。よし、32万あるな32万か。ちょ、一番隊に欠員だね。欠員のメディックを入れようかなと。何人かな。でもちょっとね、エンジニア減りすぎちゃったんでこれエンジニアいるか、これ迎えるかな。1回の移動でね、いけるとは思えないんですよね、もう今ね、あまりにもちょっとね、多いから。でちょっとここ過剰かな、返金しましょう。こんなもんかな。ここで戦ってると思えないんですよね。これをじゃあ一番隊に入れとくか。ここからこそ一回できないと思うんで、まあ一応ね、この辺まで多分来れないと思うんで、かなり安全圏、安全に移動できる範囲が広がったかなと。ここ周辺の防衛だよね、どう考えても。よし、弾込めたいが、なんかすぐ消えるね。ここはもう下からも来るか。ってなると、まずは作るか。自分よ、自分、自分に突っかからないね。これは移動しやすさ確保しながら置かないといけないんで、なかなか難題な拠点作りがいるのかなと。うん、これ多分うちだけじゃ無理だね、どっかで。うん、とはいえこっちも安全とは言い切れないから、下からも来てたので、今明らかにここは狙われる対象になっていると。で弾薬がちょっとね、ずっと入ってないんで、これもう置くしかないか。いや、これかぶせないでほしいな。じゃあ
ないようなもんですからね。この範囲で置けないか。うん、きついね。簡単に入る弾薬がないかなと。結構そう。ここでまあ一回ねタレット消えてしまいますが、だいぶ邪魔だね。この辺置けないか。まあここは最前線として、コンパクトめに置いて、下ですよね、この辺と置いて、ど真ん中だと危ないんで、ちょっと邪魔にならない程度の機体がここら辺になるか。その分1個前置けると思うんで、こういう風に。下ここも1個かなって。また移動できないか、これだと。これ代わりに消そう。さあ1回引いてみて、ここは消えたか。まだちょっとずっと来てるよね、これね。この V いらないから消すためにちょっと適当に空爆してと。ここなんかすごいな、公園か何かなんでしょうが。一番隊回復してなくない、あのエドワード君。めっちゃ入ってくる。ライトなかったらどうかな。普通か。一回発電機はできるんで良くなるかなと。移動はどう、これギリギリ動線生きてるかな。もうやばい、何やばいやばいやばい、ちょっと見つけちゃった、やばいの。これは消滅させないと、たまんない、こんなに来たら。くらえ、オラ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 。硬いね、あれ耐えちゃうんだね。まあ削れてるんでしょうが、オッケーオッケー。一応これで、まあ、この段階での防御は完成かなと。移動を考慮するとこれが限界になっちゃうよね。危な。弾薬とかはちょっと保証されてないんで、どっか別の場所で取るか、移動がいるかな。上から来てないのか、来てるか。
あんまり、なんかこっちがいらないというかね。ほぼほぼ左なんじゃないかな。これすごい距離左に回ってね、死ぬとここのあんま意味はないか。こいつはもうここでいいね。人間もちょっと出ちゃってると。こんなら普通に使えるね。溜まってはいないか。よし。ちょっと作ろう作ろう。もうやってやんないよ。まあ、ここいや作れたらいいですよね。ここでより回ってもらって、ここからちょっと死角から攻撃されるのを減らしたいなと。の上で何これ、何さっきのコマンド、まあいいか。ここワイヤーつけて、大丈夫ね。はい。オッケー、作れ作れ。いけるいけるいける。タレットが、いや普通に多いな。回復あるちゃんと。これワイヤーもなくね。ちょっと壊せるの早くないかな。ここ完全キープですかね。このゴリラがゴリラゴリラというか塊くんがめっちゃ来るな。今回ねでもだいぶ減りましたが、ちょっとここはね固定かな。ちょっと弾薬がね片方いけてないんで、大学に従って置いとくか。すでにちょっと弾薬圏内で戦わせて、ここでいつでも補充できる環境にしておいてと。よし、ちょっとね一応ど真ん中取りました。この入り口ですね、当たる部分だ。ここの維持が大変かな。ちょっとねここにも進軍したいですけど、ずーっと戦って、あこれ大丈夫、これ開けとかないと。よしよし、 OK、 自動かな、できてて。ヒーローいる、これ、あ入れないのか。あーなるほどね。回ろう回ろう。上から回ればここから降りて、
これ移動できるはずですね。よし、待てずにここまでにしましょうか。ここ自体まだまだ攻撃されていて安心はできないよと。まあでもここよね。今逆に言うとこう狙われてると思うんで、まあ、ここに攻めた時のように逆に違うとこに行けるんじゃないかなと。その、まあ、おとりじゃないですけどそういった拠点になってくれてるんじゃないかな。ここ2番隊キープしながらね行きましょうか。結構大規模ですが、まあ、1番隊ね強力ですし、ちょっとユニットも入れたんで、だ回復まだ足りないかな。これだけで守れる気はちょっと微妙にねしないんで、もう少しでも欲しいよね、守るんなら。進むのも大変そうですよね。ここが目標ですが、いろいろねルートがあるんで完全に塞ぎながら行くのは大変かな。どこまで引きつけれるかですよね。ここからこう来るとで、こっちからこう来てるんで、ここら辺から進んでここを塞げば引きつけることができたらね、多分この真ん中からここに行くルートしかなくなるんで、それくらいこれが処理できたらね大丈夫だと思うんですが、それがちょっとね未知数なのかなと。まあ、一応抜かれてもすぐにはねちょっと減らしてはいるんですけど、すぐに突破されないと思うんで再編していけると思うんで、ちょっと進軍してみようか。まあこの2番隊のでもちょっと状況を見ながらですけどね。